まあ、サンタさんは8みたいな感じで、うん、意味がわからないですよ。そういうのが自由に巻き込まれてる。それあなたはやられてます。これが鶴房です。すみません。でこのウェブ CM 撮影、まあ、どういったところに挑まれたか伺いたいと思います。鶴房さん。はい、そうですね、やっぱりそのビブレが自由ということで、うん、僕も、できるだけ自由に怒られないほど、自由としていました。結構鶴房さんはね、自由っていうイメージ多分ジャムの皆さん含めあるんじゃないかなと思いますけど、より自由に、はい、自由に もっと知りましょう。ありがとうございます。さあ、メンバーの中で一番リブレが似合うのは誰だと思いますか、金城さん。あ、僕ですか。はい、僕以外か。いいですよ、ご自身で立候補でも。そうですね、あ、鶴房しおん。おお。鶴何笑ってんの。大丈夫ですか。鶴房しおんはやっぱり言うことなすこと自由人なんで、はい、やっぱりそんな鶴房しおんに似合いつけていただきたいです。絶対似合います、リブレ。ではその言われました鶴房さん、いかがですか。まあ僕でしょう。早いな。知ってましたね。知ってました。自他共に認めるということなんですね。まあやっぱりその、まあ、サンタさんは8みたいな感じで、うん、意味がわからないですよ。まあ、そういうのが自由に巻き込まれてる。それあなたはやられてます。これが鶴房です。ありがとうございます。まあね、皆さんね、オリジナリティ溢れてますし、その自由をまとうっていうこのグループ全体皆さんそういったイメージなので、本当にぴったりな方たちじゃないかなと思います、